おはようございます、みさぺこです。しばらく私サボっていた企画って申しますか、やっていたことがございます。それは、カラコンのレビュー動画、よいしょ。違うんだよ、しなかったのにはね理由があるの。私今までカラコンレビューしたのってこの箱に入れてるんですけど、見てください、このいばらにパンパン。うん、あのさ、使っても使っても減らないんだよね。てか使う回数がそこまで多くなくて、でしてて、動画後日その動画撮ってからあげ、その使うようにその捨てるっていうお話を前もしたと思うんですけど、そんなこと言ってらんない事態になってきた。何？使用期限がやべえ。うん。ということで、今回もちょっとパッケージがないものになるので、ですけど、このスターリーシリーズのカラーが違うものをご案内します。それが、パッケージ、こちらです。こちらです。はい。スターリーのジュピターカラーのご案内になります。ジュピターカラーは、青色、今まで、ちょっと待ってくださいね。アースカラーが緑っぽい、オリーブっぽい、ちょっとブラウン味のあるもので、もう一個が、多分ね、これビーナスだと思うんだよね。ビーナスがしっかりブラウンって感じのものだったんですけど、今回、ご案内する、ご紹介する、ジュピターカラーは、ちょっと待ってね。私、今日ちょっと目の調子が悪いから、度割りがいいんだけど、度割りあるかしら。みんなはちゃんと処方されたやつを処方された通りに使うんだよ。で、自分でさ、乱視とか、今日乱視ひどいなとかいうときは、度割り使おうとか、勝手にやってるから、ダメだよ。みんなはちゃんと処方されたのを処方された通りに使ってね。ほい、お待たせしました。ということで、このスターリーのワンデーのカラコンなんですけど、色が先ほどちょっとお伝えした通り、このようにうっすら青みがかったカラーになります。ということで、つけていきたいと思います。まあ、メイクが濃いから、そのカラコンの発色っていうのがあんまりこう、引き立たないかなって思うんだけど、申し訳ないね。これは撮ってるタイミングが悪いね。爪割れた。爪割れたってことは、カラコンが使いにくいんだよな。はい、ということで片目入れます。はい、入りました。ちょっとこれまつげどけるね。よいしょ。こっちがついてる目です。こっちがついてない目になります。どうかな？青いの分かる？うっすら。うっすら青いんだよね。こうなんかしっかり青々しく青くはないんだけど、こううっすら青みがかかってくれるので、とても私は、スターリーは普通に生活するとき、ナチュラルにしたいな、ナチュラルだけどうっすら色味欲しいなってときは、スターリーを使うことが多いんですね。で、この、うっすらチュルンチュルン感、うっすらチュルンチュルン感が、すごくなんか、こう、シンプルな格好の時に、すごく役立つっていうか、こうナチュラルモテになるかなって思って、結構スターリーは愛用しています。これはね、発売当初働いてたのかな。のお店で買ってた。ちょっと爪が割れちゃって泣きそうなんだけど、もう踏んだり蹴ったりだよ。もう片方も付き合ってみるね、そしたら。うん。かわいい。やっぱ装着液つけた、装着液をつけた方が綺麗につく。両目ともつけるとこんな感じになります。チュルンチュルンしてるよね。かわいい。色味がすごくかわいい。でこのカラコンなんだけど、縁が黒じゃないんだよね。
ダークブラウン、ちょっとうっすら茶色だからそんなにこうなんかギャンって縁がしてないのがすごく可愛いなって思います。うん。で、これは低眼水のレンズになるので、そのなんだろうな、ゴロゴロ感っていうのがそんなに強く出ないかな。私はね、私の中で強く出ないかなって思います。なんか汚れ、タンパク汚れがあんまりつかないみたいな感じだったかと思います。うん。でね、ベース、あ、やるやる忘れてた。で、基本的なサイズとかはこちら。ベースカーブが860の、サイズが、やめたい、サイズが 14.0 と、着色的にはちょっと小さいもので、着色系は13だったような気がします。うん。なので、ちょっと待ってね、撮ってみ、そう、着色外部系は 13mm なので、ちょっとちっちゃいんだけど、でもあの何、ツヤツル、チュルンチュルン、かわいいかわいいは結構このレンズで賄えるかなと思います。うん。私の好きな感じにはなるかなと思います。ただこのメイクに合わなかったっていうだけで本当に申し訳ない。これは撮るタイミングが悪かった。あ、スターリーはなんか度数の幅が広がってて、今マイナス10まで出てるみたいなので、結構視力が悪い人でも使えるようです。私は基本度なしから 0.75 までをさまよっています。で、これはワンデーのレンズになるので、あの清潔だし、そんな取っても外したら捨ててもらってって感じですね。もう途中で外れちゃったら新しいレンズと交換してください。うん、って感じですね。うん。まあこのレンズは本当に、このレンズは本当になんかそこまでこう派手にはならないけれども、ナチュラルにいけるから、本当にナチュモリさんはあのおすすめのレンズとなっております。よかったらね、そういうのも検討の一つにしてもらえればいいかなと思います。うん。まあそのあんまりね、こうたくさん高眼水じゃないから、その潤い感とかは少ないんだけれど、まあ低眼水ならではのつけ感が私は好きです。私低眼水が好きなんだよね。あの途中でこう張り付く感じがないので、なので私はスターリー結構好きでよく使っています。ということで、本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。短い動画でしたが、少しでも参考になってくださればいいなと思います。よかったらね、このカラコンとかどうなんですかとかいうのあったら私もつけてみたいと思いますので、最近の流行りのカラコンとかあったら教えてください。ということで、みさぺこでした。またねー、バイバーイ。